かの道彦は、日本の元政治家。衆議院議員、衆議院運輸委員長、農林水産大臣、総務長長官、運輸政務次官、新党未来代表、国民の声代表、民政党幹事長、民主党国会対策委員長、自由民主党青年局長、総務局長などを歴任した。父は、衆議院議員をごき務めた、かの源吉。 民主党内では、珍しい自由民主党、聖和会出身。自民党時代は、聖和会のプリンスと呼ばれ40代で入閣するなど、将来の総裁候補として期待されていた。離党後も、新党未来、国民の声で代表を務め、新新党、民主党でも、党首候補としてたびたび名前が上がった。農林水産行政に精通しており、海部、菅、野田の三内閣で、 農林水産大臣を務めた。また、党内では自民党で総合農政調査会長、民主党では農業再生本部長等を歴任している。農業政策の方針としてアジア地域での食料輸出、技術連携を重視した攻めの農業を掲げ、農業者個別所得保障制度を基本として農業の持続可能な発展を目指していた。一方、 アメリカが議論を主導する艦隊併用、戦略的経済連携協定には、会議的な立場を取ることが多かった。なお、農水省通算在任期間は828日に、及び農林省から農林水産省に名称が変更した後では、歴代1位の記録である。古くから政治改革を施行し、自民党では政治倫理委員長や、 選挙制度部会長代理などを歴任した。1993年の政界再編では、現職の閣僚であったため表だった動きは取れなかったが、翌年には、新党未来を結成し、離党、新新党時代には、衆議院行政改革特別委員会の筆頭理事を務めた。民主党では入党直後から、政治改革本部長に、就任、2002年に、 要塞権事件の責任を取り離党する直前まで在職した。憲法問題にも明るく、民主党憲法調査会長に加え、長く衆議院憲法調査会の幹事を務めた。やや会見寄りのスタンスで知られる。民主党憲法調査会では、2005年に落選し、議員で亡くなった後も顧問として名を連ねた。父である衆議院議員、加野源吉の秘書を経て、 政界入りした二世政治家である。衆議院、当選11回は、党内では、羽田勤渡辺構造の14回に次ぐ、山形県山形市生まれ、山形大学附属小学校、山形大学附属中学校、山形県立山形東高等学校を経て、学習院大学政治経済学部政治学科卒業。その後、父である衆議院議員、 かの元吉の秘書となる。父、彦吉は1972年の第33回衆議院議員総選挙での落選を受けて政界引退した。次の第34回衆議院議員総選挙に後継として旧山形一区から自由民主党公認で出馬し、初当選した。当選後は福田武を率いる政和会に入会。 1980年の第二次太平内閣不信任決議案採決では反主流派として他の福田派の議員と共に本会議を欠席ハプニング解散の一員となった第36回衆議院議員総選挙後には将来有望な若手が任命される衆議院議事振興係も経験した1981年に鈴木改造内閣の運輸政務次官 1983年に自民党交通部会長、1986年には衆議院運輸委員長を務めるなど、当初は運輸属議員としてキャリアを重ね、1992年の山形新幹線開業にも大きく関わった。竹下、宇野総裁のもとでは総務局長を3期連続務める。1989年、リクルート事件で政界が揺れる中、 リクルートと関係の深い政治家が謹慎を余儀なくされ、リクルートと縁が薄いカノは、第一次山内閣で農林水産大臣に任命され、初入閣を果たした。農林水産大臣在任中は、ガットのウルグアイラウンドや、日米貿易紛争の一つであった、牛肉、オレンジなどの農産物輸入自由化問題に取り組み、農林水産省を代表して、食料安全保障論を展開した。 退任後も、総合の汚調査会長や、山村振興対策特別委員長を務める。この頃から、政和会において、ポスト、安倍の座を争う安倍派四天皇に続く世代のリーダー候補と目されるようになり、安倍晋太郎が、首相就任を目前に死去した際には、派の分裂を抑えようと次の領収候補として、石原慎太郎、小泉純一郎と共に、名前が挙がったこともある。 農林水産大臣退任後は、党副幹事長や、党内の政治改革本部の委員として、政策提言を行う。このことから、1992年の東京佐川急便事件に橋を発する政治改革の動きを受けて組閣された宮沢改造内閣で、総務長長官に任命され、二度目の入閣を果たした。総務長長官在任中は、主に許認可権の削減や、 規制改革に取り組み、政治改革を推進する立場から、海部都市前首相が会長を務める政治改革推進議員連盟のメンバーにもなお、連ねた。しかし、首相の宮沢喜一は政治改革の法制化に、あまり積極的でなく、結局宮沢内閣の不信任決議案が羽田派の羽田つ小沢一郎らの造反により可決されたため、宮沢は、 衆議院を解散した。自民党を離党した羽田派は、新政党を結成した。第40回衆議院議員総選挙では、新政党に加え、不信任案には、反対したものの自民党を離党した、竹村正義、田中修正、鳩山幸男らの新党先駆け、細川森弘が前年に結成し、支持を伸ばしていた日本新党が対象し、宮沢自民党は過半数を割り込む。 総選挙後、宮沢内閣は退陣した。カノは内閣の閣僚であったことや、派閥の領収であり、宮沢の下で政務調査会長を務める三塚への配慮から、不信任案への賛成や、離党の行動は取らなかったが、次第に執行部への不信感を募らせるようになった。1994年、細川内閣総辞職直前の4月15日に自民党を離党した。 3日後の18日に、新党未来を結成し、党代表に就任した。細川内閣の後を継いだ、羽田内閣には、新党未来も参画したものの、内閣は日本社会党の連立離脱により、少数与党に転落し、わずか2ヶ月で退陣する。その後の主犯指名選挙では、自民党を離党した、海部都市に投票するも、自民、社会、 先駆け三党が擁立した村山富一社会党委員長に決選投票で敗れ自社差連立政権の村山内閣が誕生。新党未来は海部を代表とした政党連合の自由改革連合を結成した後、12月10日の新新党決闘に参画する。新新党では海部党首の下で明日の内閣外務大臣を務め。 日本の国連アンポリ常任理事国加入を主張、核開発を続ける中国に対する ODA に疑問を呈するなど積極的に活動した。また当時は政府の提出した不戦決議に対して新進党の外交政策担当として一元的には対応できない問題として反対する姿勢を示し、村山首相が朝鮮半島が 南北に分断されたのは我々にも責任があると発言したとされることについても予算委員会で厳しく追求するといった保守的な姿勢を強く打ち出していた。海部党首退任後の第二回党首選では小沢一郎の推薦人となり小沢が当選後の明日の内閣では総務長長官となった。しかし彼ノらが推し進めてきた。 小選挙区制での初の選挙である第41回衆議院議員総選挙で、新進党は敗北。この結果を受け、小沢ら執行部の運営に不満を持った、羽田勤や奥田慶和らが離党し対応党を結成するなど党内情勢が不安定に。さらに、小沢や自民党の梶山政清六、亀井静からが提唱した、保ほ連合構想によって、小沢の求心力はさらに低下する。 1997年、このような状況を受けて、小沢の再選を阻止すべく、旧民社党、日本新党出身者からの支持を取り付け、第三回党主選に出馬。今こそ新新党は生まれ変わらなければならないと訴え、政権交代可能な二大政党の必要性を唱えた。選挙は小沢と一騎打ちとなり、結果的には、再選を許すも、小沢230票。 6夜182票と前線した。選挙後、カノは、小沢の手を取って選挙後の党の団結をアピールするが、小沢はカノに投票した議員の排除を図る、順化路線に走り選挙9日後の12月27日に、一方的に新進党回答を宣言する。新進党回答後、党内の反小沢系の保守派議員を集め、1998年1月4日に、 国民の声を結成し、代表に就任。さらに、同月23日、太陽党、フロムファイブと合流し、民政党を決闘。羽田を党首に担いで、カノは党幹事長に就任する。1998年3月12日、院内会派、民主友愛太陽国民連合を構成する、民政党、旧、民主党、新党友愛。 民主改革連合の4党は夏に予定されている三人千前,前の統一新党結成に合意し、3月16日に統一準備会を設置。カノはその座長に就任し、各党の折衝に当たった。4月27日、民主党が他の3党を吸収する形で、新・民主党が結成。入党後、民政党出身者で、 党内グループの政権戦略研究会を立ち上げる。当初は領収である羽田の首相再登板を目指していたが、離脱者の続出や羽田の高齢化などから現在では、あまりグループの行動は見られない。彼女自身は入党直後から政治改革本部長を務め、1999年1月に官代表が再選された後には国会対策委員長に就任。 国体委員長在任中の7月22日に衆議院本会議で行われた国旗国家法採決では民主党の党議拘束を外して自身は賛成に回った。同年10月、鳩山幸男が民主党の新代表に就任し、これに伴い国体委員長を離任、民主党副代表となる。さらに11月には民主党憲法調査会が発足し、初代会長に就任。 翌年1月、衆議院に憲法調査会が設置されると幹事として名を連ね、中山太郎会長のもとで会長代理も務めた。2002年、元秘書の経営するコンサルタント会社が公共工事の口利きに関与し、多額の手数料を得ていたという汚職が発覚。元秘書が競争入札妨害罪及び収賄罪の疑いで逮捕された。 秘書在任中の事件ではなく、カノ本人の関与も否定されたが、後に、カノが9年間にわたり、親族が経営する企業に、元秘書3人の給与3390万円を、肩代わりさせていた事実が発覚し、2月4日に政治改革本部長の辞任を、さらに2月6日には民主党離党を表明した。離党後の4月8日には、予算委員会で参考人招致を受けている。 1> 約1年半の無所属暮らしを経た後、2003年9月23日に、民主党の岡田克也幹事長がカノに復党を要請。カノもこれに応じ、民予合併に合わせる形で、民主党に復党した。直後の、第43回衆議院議員総選挙では初めて、自民党の遠藤敏明に小選挙区で敗れ、比例復活により当選。2004年9月、 民主党に常任幹事会議長が新設され、これにカノが就任するも翌年の第44回衆議院議員総選挙では要職にありながら小泉旋風の煽りを受けて再び遠藤に敗れ、比例復活もできず初の落選を喫する。2009年の第45回衆議院議員総選挙では遠藤を破り、国政復帰を果たした。ただし、過去に 遠藤を破った第42回衆議院議員総選挙に比べて票差は小さく約2000票の僅差まで詰め寄られた。この選挙により民主党は政権交代を果たし、かのも羽田内閣以来15年ぶりに与党復帰を果たした。9月衆議院に予算委員長に就任。12月に発生した天皇特例会見問題では予算委員長として政府に対し、 天皇の公的行為に関する統一見解を出すよう要請した。2010年9月、関海蔵内閣で21年ぶりに農林水産大臣に就任し、通算3度目の入閣を果たした。なお、この内閣改造に先駆けて行われた民主党代表選挙では、支持する候補者を明らかにしていなかったが、菅直との再選により一時は、 カノの民主党幹事長への起用も取り沙汰された。2011年1月の間、再改造内閣発足に際し、カンラト首相が推進の立場を取る TPP に、対してアジア太平洋の経済連携には TPP 以外の選択肢もあると態度を明確にしていなかったため留任は微妙との見方もあったが、最終的に留任した。 伊佐早湾管託事業で漁業関係者らによる有明海の環境変化とそれによる漁業被害をめぐる裁判で福岡高等裁判所は2010年12月6日5年間の使用受け定防廃水門開放を国に命じる判決を言い渡した2011年1月15日菅首相は農林水産省の考えを覆し上告を断念すると表明したことで判決が 確定した。佐賀県は、この上国断念を高く評価したが、長崎県は、防災、農業経営の継続という観点から強く、反発した。カノの意志とは異なる総理決断であったが、1989年に、諫早安官宅事業が着工した、際の農林水産大臣であったこともあり、閣僚の一人として、 長崎県の開門反対派に謝罪するため1月23日、長崎県伊佐早市を訪問した。中村報道長崎県知事の講義を、はじめ2時間半にわたる土星の中で、カノは皆様方に申し訳ないと何度も謝罪した。2011年2月、反捕鯨団体、シーシェパードが南極海で日本の調査捕鯨船に妨害行為を続けている問題で、 必要な攻撃からの調査団員、船員の安全確保が第一であるとし、南極海での調査捕鯨活動をやむなく中止し、船団を早期に帰国させることを決めたが、同年12月には調査を再開させ2012年の調査は日程通り実施されている。閣僚の不祥事、不手際などで低迷が続いた、官内閣の中では安定した仕事ぶりで、 農林水産大臣として事務方の評価も高かった。民主党参加以降は、必ずしも、代表候補とはみなされていなかったが、党内で数少ない経験豊富な議員であること、激しい対立を繰り広げていた、菅宿港部、小沢派どちらとも等距離を保つ、中間派とみなされていたことから、2011年、初頭からポスト官として、カノの名前が一部で報じられていた。 同年8月に、菅首相が退陣の意向を表明すると、有志議員が19日に代表選への立候補を、要請、かのも、政治人生の中で最も重い要請をいただいたと、前向きに応じる構えを見せ熟慮を重ねていた。8月26日に首相が退陣を正式に、発表したことを受け、2011年民主党、代表選挙への出馬を正式に表明。 大畑昭弘国土交通大臣を選対本部長に迎え、翌日立候補を届け出る。記者会見において、消費税は経済状況が好転しない限り増税しないことや、原発は安全を点検し情報を開示した上で再稼働に理解を求めることを主張した。選挙戦では、海江田万里経済産業大臣との決戦投票になった場合に、 半大沢票が可能に集まることを警戒した、海江田陣営の切り崩しに遭う。8月29日に行われた投票では立候補者5人中52票で4位。野田義彦と海江田万里の2名による決選投票では上着を脱いで、野田への投票を合図し、野田代表選出に一役買った。代表選後の8月31日、自身を支持した議員35名と共に、 制作グループを立ち上げ、9月16日に、祖公会と命名。9月2日の野田内閣発足に際しては、当初農水省退任の意向を示し、公認に、筒井信高農林水産副大臣を推薦していたが、野田首相の強い意向を受け、農林水産大臣に再任。また、かのグループからは、前田武氏が国土交通大臣として入閣を果たした。 2012年1月の野田改造内閣においても、加ノ、前田どもに留任した。加野は、農水省就任直後から農産物の海外輸出を推進し、特に中国に対しては、筒井副大臣がその実務に当たってきた。しかし、その運営には、疑惑の目が向けられることがあり、2012年2月には、衆院予算委員会で、加ノグループに属する。 樋口俊一衆院議員の公設第一秘書が農水省顧問を秘書の身分のまま就任し、社団法人を設立後、その代表理事に就任したことについて、自民党議員より自作自演の甘くりみたいなものだと追求されている。この時には大きな問題とはならなかったが、同年5月には中国の一党書記官がこの事業を通じて、 農水省の機密資料を入手したとの報道がなされ、スパイ疑惑のある人物と接触したことで、激しい批判を浴びた。農水省は、岩本司副大臣をトップとする調査チームを発足させ、一気に政治問題化した。最終的には、農水省の調査チームにより機密漏えいが確認されなかったことが報告されたが、直後の6月に行われた内閣改造で、 カノは留任せず、農水省を退任した。呪われたポストと呼ばれ、汚職や悲面、果ては自殺により短期間で交代することの多かった農水省を近年では珍しく1年9ヶ月にわたり務め上げた。農水省退任後の7月24日、カノは、篠原隆志、山下正幸と共に、フランス政府より農事厚労省を授与された。 2012年9月に行われた民主党代表の人気満了に伴う代表選挙において、カノグループとしては民主党復活会議のオス候補を支持する動きや、細野武史環境大臣の立候補を目指す動きが見られたものの、最終的に復活会議は候補者擁立を断念、細野環境省も不出馬を表明したことから、代表のカノが昨年に引き続き立候補。 大らかで、暖かい国、日本というキャッチフレーズを掲げて、支持を訴えたものの、出馬が遅れたことなどから立候補者4名中の、再会に終わる。選挙後、党内優位を唱えるのだ代表のもと、10年ぶりに、東北代表へ復帰した。2012年12月16日の、第46回衆議院議員総選挙では、遠藤との6度目の対決を迎えるも、 民主党に対する激しい逆風の中敗北。比例復活もならず、7年ぶりに落選した。また、この選挙の結果、民主党は惨敗してゲアすることとなり、再び自民党政権となった。選挙前から民主党振り、自民党の政権復帰が半ば確実視されていたが、週刊誌などでは、可能の衆議院副議長就任が予想されていた。同じく、 山形県の選出であり、当選13回を数えた自民党の重鎮、加藤光一の衆議院議長就任の可能性も予想され、同一県内での議長副議長独占も考えられた。しかし、加藤も支援団体の分裂により保守系無所属の安倍、都市一に票を奪われ、高齢により、当期で比例重複ができなかったことから落選が確定。加のと揃って、議長、 副議長就任は幻となった。2013年7月21日の第23回参議院、議員通常選挙に民主党の比例区から出馬するも落選した。また、同時に政界からの引退を表明した。2014年4月、朝日大受賞を受賞。ありがとうございます。